で、駒さんはホームラン打てんのに、もう停止、ヒットに徹するから、またこれがめんどくさいわけですよ。バンバンって打ってきたら、ちょっと率も下がっちゃうんだけど、もう駒さん、こうやってこう打つの。で、ファーストの守備も重かったしね。そうそうですね。あれは助かりましたね。楽。何でも取ってくれたんで。でかいし、でも、ショートバウンドも重かったしね。そうそうそう。グラブさばきっていうか、上も下も大丈夫ハンドリングが上手かったから、何でも難しいバウンドとか、やっぱ助かるし、宮本さんからしても、あ、いい、羨ましいファーストだなっていう守備の。そうだね。やっぱす。あの時のベイスターズって、そのマシンガンマシンガンって言われるけど、やっぱ守備良かったよ。サードに進藤さんいて、タクさんいて、で、まあ、ローズはまあその範囲だったらうまいし、で、駒さんが上手だったでしょ。だから、で、まあ、キャッチャーにシゲがいるわけじゃん。だから、やっぱりその優勝するだけの戦力は全然あったよね。